この番組は誰かの言えなかった本当の話があなたの知らなかった本当の話になる番組でございます。さあちょっと改めて紹介させてください、はい、2011年サッカー女子ワールドカップで優勝、国民栄誉賞を受賞したなでしこジャパン丸山桂里奈さん、よろしくお願いします。四角三角丸山です。ごめんなさい、私それ知らなかったです。何それ、ね、これいつも最近やってるんですよ。それ紹介した後すぐやったからなんかちょうど切れないタイミング。絶対使わなきゃいけない。確かに、お願いします、使ってください。初めての挨拶です、よろしくお願いします。さあ続いて現役選手です。2017年に日本人で初めてバドミントン世界選手権女子シングルスで優勝した奥原希望さん、よろしくお願いします。現役バリバリの選手ですので、今日はぜひその目線でいろいろ教えてください。お願いします。よろしくお願いします。そしてですね、去年の東京オリンピックスケートボード女子パークで金メダルを獲得しました四十住さくらさんです。よろしくお願いします。さくらちゃんは20歳、はい、Z 世代ですね。これから歴史を作っていく人です。若っ。え、私産んでても平気だよねっていう。え、ごめんなさい、おいくつでしたっけ。39歳です。産んでても平気。産んでても平気。確かに産んでても平気な子がこんなに大きいとびっくりしましたよね。すごいびっくりしたの、すごい、ね、今日はよろしくお願いします。いろいろ若い意見教えてください、はい、そう、そんな皆さん全員に共通している、まあ、私も含めなんですけれども、うん、女性に共通している悩みありますよね。え、何ちょっといいですか、ちょっととんでもないカンペが、これを聞けと。すみません、お願いします。今日生理の方いらっしゃいますか。終わりました。いやいや、いいです。すごいストレート、すごい健全な現場。終わった、はい、まさか私がこれを聞くことになると思わなかったし、返してくれるとも思わなかったし。でもこれってこうやって素直に言える状況ってあんまりないと思うんですけど、今回はこのちょっと気まずい話題をどう変えていきますかっていう番組にしていきたいと思っているんですよ、うん。ナプキンとか私3枚とかつけてたもん、明らかに血がここを伝ってるのを気づいて言えなかった本当の話。